皆さんこんにちは。今日はですね、なんと、ペッチャブにですね、墓地カフェができたということで来ております。昨日ですね、うちの、嫁さんがですね、Facebook で見つけたカフェになりますけども、まあ、お寺がね、やってるカフェのようで、こんな感じのね、カフェになっております。この奥がですね、墓地なようで、幽霊の出る、カフェということで来ております。はい、今日はね、お姉ちゃんも、嫁さんのお姉ちゃんも一緒に来ております。うん。いいカフェやない。こちらでね、コーヒーを購入すると、タンブにもね、なるということで、いいかもしれないですね。はい。おー、なら。うん。ฟังอะไรฟังอะไรฟังแก้วฟังแก้วฟังแก้วอยู่ที่เราเลี้ยงอย่าเลยอันนี้มารับแขกอันนี้มีวันจ้ะですね、お客さんがすごいですよ。次から次へと来て注文するんで、なかなかオーダーが回ってこないですね。大繁盛のぼちカフェです。こちらのね、ぼちカフェはですね、自宅からだいたい車でね30分ぐらいの場所にあります。ペッチャブンのですね、町から少し離れておりますけども、まあ南にね、少し下がったところに、この墓地はあります。周りはね、もうこんな感じで畑の中です。ですね、墓地カフェの後はですね、クッキョでちょっと美味しそうなお店が見つかったので、こちらに来ております。こちらですね、キャンプ場とカフェがですね、併設された、リゾートになります。大きいですね、あちらのテントでですね、1泊、2500バーツぐらいだと思いますね。小さいですね、このようなテントは、平日であれば1500バーツから宿泊できるようです。ビューはね、ここはなかなか素晴らしくて、ここはね、ドローンもね、飛ばすことはできます。